はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、太平楽サクチャレプラスの思想投手バージョンですね。まあ、ちょっとね、公開する頃にはもうサクチャレ始まっちゃうかもしれないんですけど、まあ、一応今はまだ、思想中ということで、投手デッキですね、特攻2を中心にね組んでみました。であと一応、変化球が3人重なった時に、経験点が稼げるように変化球3人入れてます。ただね、自分のね手持ちだとね、あんまりね上限解放が進んでないんですよね。なので、そこら辺を踏まえると、まあ野手の方がいいかもしれないっていうのはありそうですね。まあ、とりあえずコツの練習、あ、これはルナちゃんだですね。まあね、デースちゃんがね、どうなんだろうね、経験点的に稼いでくれるキャラなのかどうかっていうところっすよね。まあ、一応ルナちゃんとのねコンボもあるんで、まずはやっぱりルナちゃんの評価上げですかね。まあ、ルナちゃんの評価、サナちゃんの評価で、クリスマスはとりあえず一人ぼっちっていうのは避けると。あとデートはどうなんだろうな。まあ、回復用にサナちゃん使ってもいいとは思うんですけど、ルナちゃんはね完全に経験点キャラなんで、まあ、本当に練習がしょぼかった時のためにルナちゃんをやりますか。まあ、だからね、ちょっと追いガチャも考えてはいるんですけど、投手がねメインになっちゃうんですよね。ルナちゃん、サナちゃん、ルナちゃんの上限解放はまあいいとしても、まあサナちゃんねちょっとねディスってばっかりで申し訳ないけど、やっぱねルナちゃんのね強さがねひときわ立ってるんで、それと比べちゃうとねサナちゃんどうかなっていうところはやっぱ出てきちゃうんですよね。まあ、今回ね立川とかも報酬に入ってるんで、立川もね限定キャラなんでサクスペでは。まあ、ただね立川はねサンタ立川が欲しいですよね。それを考えると、ちょっと待ってね、練習サナちゃん一回 B 賞踏んでおくか。立川をね取っておくっていうのもありだと思うんですよね。サンタの立川はね本当に強いと思います。まあ、ほとんどアプリでは使ったことないんですけど、金徳がね確定になっているっていうところがいいですよね。これはどうする。まあ、コツかな、この場合は。ルナちゃんはそういえば3で告白乗るはずなんで、あー、これは体力回復しておこう。お疲れっす。でタイピント、ほんとね立川はね金徳不確定っていうところがね、これは言う通りにした方が評価上がるのかな。とりあえずサナちゃんも評価乗っけておくか。じゃあ100プラス打たれ強さか。ルナちゃんはまあ多分これで大丈夫だよね。まあ二股でね井戸端が起こったとしても、練習でね全然評価は戻せるんで、そこは大丈夫かな。あと投手はわりかし女性キャラがいるんで、まあ、無理にね、マネージャーキャラを連れてくる必要はないと思います。 8% か、まあ、悪くはないね。評価上げ的にやる。まあ、サクチャレの場合はね多少無理をするっていうのも必要ですからね。三田村くんのイベントか、あんまり覚えてないな。ちょっと待ってね、まずはスタミナを伸ばそう。これでイベントは継続するはずなんで、一番下でも継続したっけ。三田村くんページを開いておこう、イベントので。まあこれは無難に監督評価を上げて、タックが発生して、19% か。 19% とかになるとね厳しいんだよね。まあ一桁だったらね、まあちょっとやってもいいかなと思うけど、二桁になるとね結構な確率で怪我をするんで。よーし、ゴー下そう。
フォークだったらね、まあって言っても俺は凡人だからそんなに5億って言われたらあれなのかな。野球選手だったら一番年俸が高い人っていくらなの？まあ日本でだけど、読書家でーす。これはなんだっけ、ちょっと待ってね。サナちゃんはアプリの方だと載ってないからな。おすすめの漫画はにしとこう。とりあえず体力回復で、コツが来てるね。なるべくね、11月に入る前にルナちゃんとかってデート進めていってもいいと思うんだけどね。打たれ強さ、あれこれで完全に打たれ強さ掴んだ。神高はねこれね切っていいと思うんすよね。まあ、初回は切れないんですけど、ここはでももう寝るべきだよね。体力的にデートで体力が回復できないっていうところがちょっとつらい。なんかせめてさ10くらい回復してほしいよね、どんなデートでも。パワースポありがとうございます。緑を踏んでいくか、あ緑じゃねえや、青を踏んでいくか。まあ青いコツの方がね経験点が高いんで、うん118位。まあこれをねどれだけ踏めるかだよね。これどうする、一芝居。打たれ強さはもう掴んだからね。こういう感じになるんだ。評価が下がったけど、ゲッ打たれ強さマイナスになるんだっけ。三田村くんを戻しましょう。まあ打たれ強さマイナスになったとしてもね、別にそういうのも関係ないからね、ぶっちゃけ。これはもうさよならだな、もう付き合わない、お前なんかに付き合ってられん。打たれ強さマイナスしやがって、しかもまた評価が下がった。まあ別にいいんだけどさ、ただ調子安定になるんだね。コツ、タイピン。これは一番上にしてみよう。ここら辺のねイベント実はあんまり把握してないんだよね。コツがもらえるのか、だったら経験点でもいい気がするけど、まあこっちかな。三田村くんの評価も上げていかないといけないからね。あ低めなんてさもう普通にさ取れたよね多分。どうしてもねこう思想になるとさ油断しちゃうよね。サクチャリが始まればさ割と細かく経験点とあれをチェックするんだけど、打たれ強さ別に掴む必要はないじゃないと思うんだけど、まあ一応取っておく。タイピンはもう潰そう、読んで打球反応も潰せるときに潰そう。低めも取っちゃっていいでしょ。逃げ玉対強打者で、メンタルにはいないから、じゃあデートをしておくか。一応回復できるサナちゃんでいく。クリスマスとかってどっちが多いんだろう。サナちゃんは基本30回復したよね確か。30っていうか27か。これ体力減るっけ。そう減るんだよね。まあただ12月の2週でメンタルの青コツがあるんでこれは取っておこう。確率的にはどうだろうね、 80% くらいの確率で経験点をくれると思うんだけどね。たまにねコツになるんだよね。どうしようかな。3週練習して結局クリスマス迎えるからね。監督評価
たまに届いてない時あるからな。五郎くんはコツをくれない子のはずだから練習だよね。よしよしよし、こういう時には助かるよ。サナちゃんか。あとね、まあ、サナちゃんファンには申し訳ないけど、俺あんまりサナちゃんのね性格的なものがね好きになれないんだよね。神高でいこう。これは低めは掴んだ。奪三振も掴んでおく。いいよね、奪三振も取っちゃって。うおー重いねでさすがにスライダーのコツとかはもう一回踏んどかないとダメなんで、うん、スライダーで変化球をどんどん上げていこう。ここはこれで回復したっけ。炭火焼き鳥とか、いや看板のことだけどさで大吉が出てくれれば体力全開になるかな。まあここら辺のねイベント経験点が若干少ないんだけど、大凶だむしろこいつら大凶になるとさ下げてくるね。で変化球かこっちかって言われたらこっちにしよう。敏捷ポイントくれ。うん、太平楽はねここで敏捷ポイントが稼げるんでね、まあルナちゃんとの相性はねかなりいいと思いますよね本当に。でサクチャレがね始まっちゃうと選手をね更新できないんで、で今回ってサクチャレ終わった後少し余裕があったっけ、太平楽強化期間。ここはおお2人いるね、2人いるけどな、まあ、50ポイントだったらでも変化球か、半半半半半だしね。やろう、やる気が普通だけど、まあそれでも結構もらえたか、ダブルタックで。でここは何がいいんだ。体力を回復させたいけどやる気が下がるのか、女っぽいっていうのは。調子安定もらえるけどもうあるしね。じゃあこれでいいや。変化球中心、変化球覚えてないけど、スライダー覚えさせよう。スライダーで本物のまっすぐはまあ別に進めてっていいでしょう。で立川と金時が被るけど、まあそういうのもあんま関係ないしね。ルナちゃん、野五郎くん、どうしよう。半半半3人なんだよね。2人、監督もいる。ただな、神高からはねポイントもらえるからな。こっちにしよう。スライダーのねコツが1回でつかめるようになったっていうのはかなりでかいよね。そう考えるとさ、俺的に基礎コツもね1回で掴んでもらいたいんだけどね。それはさすがに贅沢か7まで上げよう。1月の4週デートして、どうする、経験点狙う、それとも1回ルナちゃんとデートをしておいて、多分ね練習するとき 0% にはならないと思うんだけど、自然回復で1桁くらいまでなってくれればルナちゃん2回目はねドカッと回復してくれるんで、まあ、それに備えておくっていうのもありですね。誰もいない監督派に行こう。かわいそうな監督だ、まあ、誰もいないって言ってもね天城と桃井は絶対いるんで、ちょうどこれがまあ出たといえば出た 15% くらいかで、クリスマスを迎えるっていうのもありかなと思ったけど、まあメンタルやってもね全回復はしないんで、やっぱね体力管理っていうのはねなかなか重要ですよね。あと体力回復イベントがどれくらい残っているのかっていうのも見据えて、三田村くん、
と普通に監督評価も上げつつ三田村くんでいくか。まあ、監督派に来ればね割と評価は上がっていくんですけど。お、クイック掴んだと言ってもまあ大したことないけどね。これってどうなの、疲れる。まあ、ここら辺の通常イベントもあんまりポイントに差はないでしょう。こういうところに監督がいるとねかなりきついんだけど、めちゃ差があるからね監督の指示を無視すると。でルナちゃんとデートをしますか。体力が結構厳しいんで、どっちに来た、反監督派に移動したか。まあ、それはそれで別にいいんだけど。で、北風と太陽も別にルナちゃんの評価下がってもいいんで、ド M でいきましょう。ド M で、うん、経験点を狙う。一応見ておこう変化球。三田村くんがいるのか。まルナちゃんで回復をしましょう。もう1回くらいねちょっと回復欲しかったよねルナちゃん。まあただね星3で告白してくれるっていうのはすんげえ楽なんだけどね。まあ、回復しつつ、おおそんなんあったね。そういえば、くまなく観察すると、これ切ったらさどれだけ経験点もらえるんだろう。まあ、ここでも27もらえるっちゃもらえるからね。野球のすべてを楽しみたい。うーん、これもどうしようかな。続けてみる。一応ここで40くらい入るか。これはまあサナちゃんかな。ポイント118。お、ありがとうございます。このイベントかなりいいよね。リリーフ、俺のスライダーを見せてやる。スライダー7投げられるだけでもさかなりすごいよね。プロ野球選手でさ7持ってる人っているの。コントロールなんとなく上げとこう、スタミナもなんとなく上げとこう。あとはまあ潰せるものを潰したいんで、クイックは2回は取れないよね。牽制は別に誰かコツを持ってるわけじゃないんで、重い球、尻上がり、あとはジャイロボール。カチューンって誰か持ってたっけ、ちょっとわかんねえな。今すぐ思いつくのはこんくらいかな。伸びとかは直撮りちょっときついからね。ただね能力も上げておかないとさ試合がかなり厳しくなるんだよね。太平楽はなあんまり打ってくれそうにもないからね。スライダー一球種、球速127キロってさ高校生としてはどうなの。まあ普通っていう感じ。沢村が確か最初の方130出なかったんだよね。今どうか知んないけど、なんか俺的にはさこうダイヤのエースアクト2のキャラをさ別バージョンで出してほしいんだけど、まあ、サームナとかねあのアプリの方では強化されたみたいだけど、アクト2バージョンという別バージョンをね出してもらいたいよね。まあ、ナンバーズとかどういう形になるかは難しいけど。おう負けた。これまあ別に勝っても負けてもね試合後の展開は変わらないから。盗塁成功ってミートとパワーが上がった。割とどうでもいいな。ここはじゃあ三田村くんでいくか。根性、根性なんて持ってんだ三田村くん。ダメだ。まあそりゃそうだよね体力下がるんかこれ。
マジか。急速にあれがいるけど、いや、デートしちゃおう。ここは、じゃあ、経験点狙いのルナちゃんをやっておくか。3回目だから勝負になるのか。俺のスライダーを打てるかな。くらえ。からの1球外しの外から内へ切り込むスライダー。一応いろいろと特能が発動してるね。まあ、タイピンはねもう取ってあるんで。いやでも経験値美味しいね、やっぱりルナちゃんデートは。これもどっちでもいいんだけどな。内角にしとく。これは、うん、まあ経験点も悪くないね。うわ、体力を削られた。こういう何にもない時だよね。こういう何にもない時は、じゃあちょっと回復しておきますか。これって何回目だっけ。そう、最近ねアプリ何回デートしたかっていうのが分かるようになってめっちゃ便利になったよね。削ってくるね体力を。敏捷ポイントもさすがにいんないかな。まあ牽制とかも確かコツがあったからな。監督派が全員いるところはないんだけど、まあいいや、こっちにしとこう。先制ストライク、先制ストライクの方にしとけばよかった。まあ所詮結果論だけど、これもねなんか絶対評価下がるからね。まあ矢部くんの評価とかどうでもいいんだけどさ。20% ね。デートしておこう。回復だなやっぱり。これが3回目か。いやマジでタダになるっていうのすごいよね。絶対なんかの条件はさついてると思うんだけど。まあ、普通に練習するよりは経験点いいのか。それでもこれはやっておきましょう。ここでなんかデートと練習の繰り返しだな。変化50。お回復した、やったは。これで体力減るからね。もうちょっと経験点欲しいよね。せめてあと10。8% だから、ここはルナちゃんデートで行くか。 8% だったら自然回復分で次練習できるでしょう。でまあ特にいい練習がなかったらまたルナちゃんをやっておけばいいんで。これね体力回復してほしいよね。やっぱバッティングセンターに行ったのが悪かったのかな。多い。監督派はこれがきついよなマジで。今試合に出れる評価乗ってないからね。そして微妙なあれだな、反監督派にしよう。2回くらい追わないとダメかな監督を。敏捷111か。普通だったら9回練習しないとダメだね。それは無理だなさすがに。悩みどころだな。もう少し反監督派のところにいっぱいいればなよかったけど。ルナちゃんデートを進めていくか。
で結局さ、走者釘付けってどんくらい必要なの？コツ3だからね、まだ。まあ一応走者釘付けにしよう。臨床36もらえるでしょ。まあここは普通に9位でいいでしょう。でまた1人か。これもまた何にもないね。もう1人いたらな、反監督派が。監督練習をしてもよかったんだけど、じゃあちょっと次に備えてデートしましょう。サナちゃん、あ、そっか。でもあんまりデートしすぎても井戸端が発生した時に評価戻しがめんどくさくなるか。まあでも練習キャラだから大丈夫な気はするんだけど、監督はまずいないと。メンタルでいくか。やばい、精神ポイントが溢れそうだ。で、ちょっと精神を使いましょう。投手とか取る？走者釘付け。3だったらクイック3をつかめば57で取れんだね。60あれば大丈夫ってことか。ど根性も取っちゃおう。で監督はちょっと、よしよしよし、ここに監督がいてくれるのはでかい。で6上がったでしょ。あと普通に練習すればまた先制ストライクか。いくぜ。どうだ、どうなったのこれ。おお、まあここでも大成功すると80もらえるからね。これはどっちがいいの？五郎くんがいいね。監督はもう絶対大丈夫だね。あと2回練習すれば普通に乗るんで評価。よし、筋力120。どっち行った？監督派に移動したか。で、さなちゃん。あれ、その五郎くんさ、またあっち行ったの？別にいいんだけどさ。割と筋力も溢れそうだな。怪物キウイは取っておくか。変化も意外に溜まってきたね。試合で投げきれるスタミナが欲しいね。 C にはしておこう。あと球速も速い方がいいから、145までいく。140にしとくか。じゃあコントロールはもう無理だな。技術が足りないで、さすがに一球種は無理だから、どうしようかな。 V スラにしよう。で 1% だったら大丈夫でしょう。うん、筋力くれるね。変化が重ならないね。そういえば反監督派に来た。さて一応メンタルにいるか。やろう。これはさて、ここはどうする？反監督派3人。反監督派3人はでかいね。そういうところもね、ちゃんとチェックしていかないとね。60もらえるからね。でさらにプラスで44もらえるからね。これだけで100だからね。こういうところをね、コツ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 取っていかないと、太平楽はね、点が伸びないと思うんですよね。で7月1週マジでやることないからここはじゃあラストデートをするか。ちなみにさ、選手キャラのさ評価ってさ、どんだけ戻さないといけないの？これ取るか取らないかだよね。取れ。ここ、あ、これ失敗か。なるほどなるほど、分かった。体力を削るのか、むしろ。マジかよひどいんだけど。まあここはサクッといきますか。最初はで D
て、145にしようっと。 V スラ上げられる、あと特の左キラーとか253マジ無理だわ。116、253、116とか重すぎでしょ。これ1だ、1はさすがに重すぎだよ。カチューン取っとこう、打てるように先制ストライクにしとけばよかったよ本当によ。何この嫌がらせ。お待たせいたしました。お、1点取ってくれた。ただワンアウトの1、2塁か。回転があるからさ、変化球ってさ7とかにしちゃうとさ、タイピンの恩恵が受けられないんだよね。まあ奪三振とかそういうのが。まあただね、調子が悪かった時伸びるっていうのはあるけど、これさポテンになるよね多分。大丈夫、ほらね、やっぱりで危ねえ打ってくるとかたまに打ってくるかな。ホームランとか打たれるとすげえ悲しくなるからね。まあ1回戦目はね満点でいきたいけどね。おう、ちょっとコントロールいいだからな。何入らないか、粘るね。これは取れるでしょう。よしよしよし、体力がマジでない。一応精神を見る。寝よう。うわ、ここで来たか、ひどいよ。15-15。さて野五郎くんか。ただね、評価を戻すのが優先だな。もう7月の3週だからね、とりあえず2回ずつ練習する。7だけだったら無理でしょう。コツが来てくれればな、もしかしたら1回でいいかもしれないけど、どうしよっか。なんかね、こう思想になるとね、めんどくさいからね、横着をしたくなる。だってさ、そんなにさ経験点を更新するっていう回でもないしさ、手応え的なものをつかめればね、それでいいから。裏から先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で裏が第2球。あー悩んだ、今悩んだ。伸びのあるストレート、ボールかなって思ったけど、決まったストライク。第4球をこれはボール、カウンター2ボール2ストライク。これは V スラ入ってくる。岡部掴んだ、アウト。ボロイ君はまあ見て開いていくか。初球を打った、掴んでこれです。ダメだった。さあ先制のチャンスを迎えました。やっぱり強振だ全然ダメなんだけど、1点取られた。あ、これ負けんな、やばいな。ハードラック。ワンアウトランナー2塁、打ちました初球打ち。これはヒットになる。とりあえず1点返して、ツーアウトランナー2塁という場面で富田。今日はここまで3打数ノーヒット2三振。さあ次の投球、打った、ボールはライダーに。おー、フェア。岡村くん、マジ弱いよな、こいつら。これは引っ掛けた、当たり損ない。さあ、同点のチャンスを迎えました。パワーだけは、一丁前にある。やったー。取られた。誰よ、点取られたの。マジでさ。さよなら。岡村くん、ナイスだ。実績点は2か。精神にな、サナちゃんが出てくれればめちゃくちゃいいんだけど、ここは三田村くん。三田村くんはうお、コツとかがあるけど評価戻しがマジめんどくさい。守備とか関係ないしな、とりあえずスタミナにしとくか。で1回寝ないとダメだよね。で2回サナちゃんと練習。精神来てよ、精神、サナ精神に来い。マジダメだ。ここでルナちゃんコツ
多分1低いくらいはねいいと思うんだよ。寝とこう。これどうか戻しがマジでめんどくさい。ちゃっかりチャンスっていうかさ、俺さアイテム何持ってきたっけ。なんか友達スタンプ持ってこなかったっけ。忘れてた。使おう。ほんと適当だな。サクチャレの時でもこういう適当さが出そうで困るんだよね。お待たせ、球児たち。まあ、これでじゃあルナちゃん絶対大丈夫。先制のチャンスです。あとは試合に勝つ。試合に勝ってサナちゃんの評価を上げる。入ってくるね。いけもろい。点は取れるときに取っておく。ここでスリーランが出ればでかいけど5点になれ。よし、こっから多分しょぼくなるんだよね。まあ一応あれだな、絶好調だったからこのまま終わってくれ。やったー、よくぞ投げ切った。おお、一応60もらえるんだ。サナサナサナ変化球か。まあ、やっとこう。友達スタンプっていくつ5増えるの。10は増えないか。だって今7上がったもんね。だってマックスで15下がって10上がったとしたら5しか上がんないはずだから、友達スタンプはみんなの評価が5上がんのか。でね、一応マイナス2だったらね満点になるはずなんだよ。とりあえずサナちゃんはほっとこう。最後の練習はタックで終えたいね。変化球タックで終えたいね。あんまり変化球タックやった気がしないんだけど。ほら、おお、今のは強襲エラー。強襲だね。前進守備だったからね。これはストライクか。第3球を投げた。スライダーボール、慎重に攻めてきます。カウントは2ボール1ストライク。見送ってストライク。第5球投げた。おら、打った。これは強烈、いった、入った。このままさすがに進まないか。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー2塁という場面で佐原君はめっちゃ大活躍だからな。入ってくんね。ストライク。第3球を投げた。おら、いいね。もうちょっとねミートが高ければねやりやすいんだけど、こいつ弱えな。椿とかとりあえずポテンヒットでつなげ。お前は大抜きも弱い。なぜか弾道だけ4あるし、これゲッツーになるよ。よーし、俺は一発狙うぜ。おー、点取ったね。やべはやべで。第9投げた、打った、ファルボール。第2球投げました。インハイ際どい球、ボール攻めてきます。カウントワンボールワンストライク。これは入ってくる。見送る。うわ、ギリギリ入ってきたか。第4球を投げました。まあ、そのなんとなく変化球だっていうのはね分かるんだけど、投球これから5球目。アウトコース低め、ストレートは外れてもそれにぴったり合わないからね。打った、痛烈な当たり。ちょっとずれたよね、だから今のも。めっちゃ点取られたな。葵ちゃんに変わってる。またやべか。完全に外れた。大きく外れました。カウントはワンボールワンストライクです。投げました。なんか能力的にはさ、葵ちゃんとサナちゃんだったらなんかサナちゃんの方が強いみたいですね。次は5球目、投げました。うわー、アウト。タイエラク、なお、これはミート控えていこう。投げた、見送ってストライク。際どい。第2球投げた。俺は入ってこない。カウントワンボールワンストライク。第3球を投げた。まあ葵ちゃんマリンボール5あってもいいかもしんないよね。投げた。ちょっと待って、これは打ちました。内野ゴロ。すげえボールっぽかったな。裏が追加点のチャンスです。
ノーアウトランナー二塁という場面で宇田がボール、まずは外、第2球投げた。さすがだ、宇田がギリギリ入ったな。さて実績点いくつだ。4 めっちゃ取られたな。ホームランでも打たれたか。最後はコツ、確実にコツを取れる人にしようってことは神高だね。コツっていうか経験点ね。で投手だから円卓だね。円卓、円卓もな、なんか投げるとめちゃくちゃ打たれそうだからな。上げられるものを上げていきますか。コントロール D にしとこう。で、スタミナも上げておこう。あとは変化球が上げられるんで、他打たれ強さからの、何がいいんだろうね、こうコンピューター相手にさ発揮してくれる特殊能力って。一応まあ投げきれるようにスタミナも A までやっておこう。まあまず変化量が高いやつと球速も高ければいいんだよね。多分150いくつ、155あるとだいぶ違うんだろうけど、そんなに上げられないかな。仮説やべ、あれ3番だ、やべ。これはでも犠牲フライに、おおいいね。そこからの宇田が、宇田がマジ強い。宇田がは、まあ、1点取られたけどいいでしょう。早いね。それもこれも宇田がのおかげだよ。よく円卓相手に1失点で抑えたな。さてドラフトは1位。まあ何でもいいけどね。で結局これでどんくらい手に入るんだ。解放してないからね、いかんせん経験点が少ないんだよね。あとはちょっとそのボーナス的なねパーセンテージも加味していかないといけないけど、とりあえずの経験点、とりあえずの経験点7000。ピッピッチャーで7000の、一応特攻2の中心に組んでるから悩ましいねこれは。また、まあ、ちょっとあんまり上げてもあれだけど、野手の時って経験点いくつだっけ。7400とかだったっけ。いやそんな出なかったよね。7500出なかったんだ。で最終的には8000超えたいんだけどな。解放してないと無理だねそれは。悩むね。まあちょっとサクチャレが始まってから、まあ、またいろいろと試してみましょう。ガチャもねあるかもしれないんで、まあ、それを引いて、まあ、解放できればまた編成が変わってくるかもしれないので、まあ、とりあえず、野手と投手1回ずつ試走してみました。というところで今回はこれで終了したいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。